人を裁く仕事、一級の裁判官に密着すると、開けていいですか。愛妻弁当ですよ。もう普通の人のつもりなんだけどね。見えてきたのは普通のパパの顔と知られざる裁判官の日常でした。光武隆判事補、任官4年目の見習い裁判官です。それ何ですか。これ弁当、裁判員の方の弁当ですね。まあ、昼休み入るとこうやって持っていくことが、まあ若手の仕事。東京大学を卒業後、難関の司法試験を突破し、28歳の時裁判官になりました。ただいま。広島地方裁判所に勤める光武さんは1歳の息子を持つ新米パパです。さようなら。乾杯。乾杯。ずっと何年も弁護士って言ってたのでね、もう事務所も決まってたので、うん、あとは裁判官っていう職業がやっぱりどんなものかもやっぱり分からなかったし、まあ、うん、やっぱり一般人からすると何をするんだ、トントン有罪しか分かんないじゃん。あのトントンはないから、ね、トントンないしね。光武さんが所属する刑事第一部一刑は凶悪事件を扱う裁判員裁判などを担当しています。裁判長の富田裁判長と右陪席の水越さんで、私が左陪席でここにいます。裁判は裁判官が一人で担当する単独か、3人1組で担当する合議体で行われます。合議体では中央に座るベテランを裁判長、右側に座る中堅を右陪席、左側に座る若手を左陪席と呼びます。この日裁判員裁判の初公判が始まろうとしていました。裁判員が評議する際、司会進行などを行うのが光武さんの役割です。被告人がどういうことをしたのかっていうのと、なんでこういうことをしちゃったのかっていう、まあ、そういった大きな2つの柱があって、まあ、それをしっかりと理解してもらった上で、まあ、裁判員の方がしっかりと考えられるようにうまく評議を進行できるようにっていうのを一番意識してやってます。裁判を前にロッカーから取り出したのは黒い報復。なぜ黒のか、何者にも染まらないために真っ黒だっていうのがよくやってますね。今回の裁判員裁判は検察と弁護側それぞれの冒頭陳述や被告人質問など3日間の日程で行われました。1週間後判決の日、被告は有罪となりました。光武さん、人を裁くとき何を思うのか。判決が被告に響いているかそうでないか、被告の様子をじっと見ている。お疲れ様でした。じゃあ気をつけてお帰りください。ありがとうございました。3年ほどで転勤を繰り返す裁判官光武さんは、新たな任地福岡地方裁判所へ移動が決まりました。そして新たな家族も2人目です。また男の子が。あ、そうなんだ。裁判官も普通の人でも、人が人を裁く重い仕事。光武さんは今日も法廷に向かいます。まあ、そんな大それたことができるわけでもないのかもしれないですけど、自分が関与している裁判に関わった人たちに一つでもいい影響が与えられるような判決を書きたいな。